ろしくお願いします。まずオフィシャルから失礼します。現在のコンディション、メンタルとフィジカルと合わせてお伺いしたいと思います。あとはもう減量3キロぐらいで、あとは水抜いて終わりなんで、今リラックスしてます。体調も特に怪我もなくいいです。今回のハッセン選手との試合なんですけれども、引退試合ということでどういう試合になることを望まれるでしょうか。実際客観的に試合がどうなるかの展開の予想も含め、ご自身がどういうふうに勝ちに持っていきたいかの簡単なプランなどを伺えれば。自分の方がキャリアもあるし、特にこう戦術とかもないですけど、自分のやってきたものを全部出せればいいかなと思います。ありがとうございます。今回引退試合というふうに打たれてるんですけど、それについてはこう特別な考えとかもありますか。それも特には試合は毎回同じなんで、ただもう最後なんで悔い残んないように、なんか毎回僕はドリームとかで試合してきた時は日本人同士のこう潰し合いみたいなのであって、負けたら次出れないとかそういうのがあったんですけど、今回はもう勝っても負けても最後なので全部出し切りたいなと思ってます。久しぶりの実戦に向けて、その実際に試合練習をやっていく中で、その手応えというか戻ってきた感というのはどうだったんでしょうか。やっぱり練習と試合は別物かもしれないですけど、練習ではもう若手の選手とやっても問題ないので、大丈夫かなと思ってます。はい、ありがとうございます。他ご質問ある方。はい、バウトリビューハーです。今回の試合、主催者からは、宮田和之引退試合&山本キッドドリフメモリアルマッチっていう形で銘打たれてますけど、その後半の部分に関してどういうふうな思いで今回リングに立たれますでしょうか。格闘技始めたのももともと僕はレスリングやってて、そのキッド選手とはもともと仲良かったんで、彼が活躍しているのをこうテレビとかで見て、レスリング引退してやりたいなと思わせてくれた選手なので、すごく思い入れはあります。で最後もそのキッド選手の甥っ子で、引退試合としてはすごく縁のある選手で良かったなと思ってます。